警察犬を連れた鉄道警察官イギリス運輸警察はイギリスの警察機関の一つ。イギリスの鉄道網の安全を守るための特別警察機関であり、クレートブリテン当全域の鉄道網を警備している。北アイルランドの鉄道網のみ、北アイルランド警察庁が管轄する。1949年に創設当初はイギリス運輸委員会警察という名称であったが、 イギリス運輸委員会が財政難で崩壊後に現在のイギリス運輸警察へと変更された。警察官の数は約2800名、各種スペシャリストなどの職員数は約1400名で、駅や列車、鉄道関連施設などで起きる犯罪の防止、犯罪捜査や犯人逮捕などの治安維持活動を行い、鉄道が安全かつ円滑に機能するように努めている。また、 ロンドン地下鉄や、ライトレール、ユーロスターなども、鉄道警察の管轄になっている。最終権限は、イギリス運輸省、スコットランド議会、ウェールズ議会にあり、これに、鉄道事業者団体を加えた、イギリス鉄道警察当局が組織されている。鉄道警察官の勤務服は、白のワイシャツあるいは黒の T シャツにジャケット、スラックスが一般的で、その上に、 黄色のベストを着用する。男性警察官はピークドキャップを被っているが、クレスト型のヘルメットも使用されている。また、鉄道警察でも通常銃を携行していない。スコットランド、ノースウェスタンなど国内7つの管区に分けて管轄している。ネットワークレールが保有する鉄道網のほか以下の路線の警備を担当している。入荷する都市鉄道の残りの区間や、 マンチェスターメトロリンク、その他の保存鉄道など、蒸気以外の路線は担当していない。管轄路線には、駅数は3000以上、総延長は約1万マイルに及ぶ。また、利用客数は、幹線だけでも、年間10億人を超える。ありがとうございます。